田頭剛は日本の体操選手。広島県因島出身。広島県立因島高等学校を卒業後、順天堂大学に進学。その後同大学院へ進学と同時にセントラルスポーツに所属。2008年には全日本体操競技選手権大会の長場で優勝。同年の第4回アジア体操競技選手権の日本代表として、 団体ではゆか、釣りは、跳馬の3種目に出場し団体優勝を果たし、個人では、跳馬で銀メダル、釣りはで7位となった。第62回全日本体操競技選手権大会、日本体操協会、2015年2月9日閲覧。第4回アジアシニア体操競技選手権大会、日本体育大学、2015年2月9日閲覧。共同通信。 鶴見と星が金メダル体操アジア選手権最終日47ニュース2015年2月9日閲覧平成21年度順天堂大学スポーツ賞受賞者順天堂大学スポーツ健康科学部2015年2月9日閲覧山室が釣り輪でも銀メダル体操日韓スポーツ2015年2月9日閲覧 第21回全国高校体操競技選抜大会日本体操協会2017年2月23日閲覧体操の田頭選手名門順天堂大学へ進学世界を目指す第一歩へセットウチタイムズ2017年2月23日閲覧コンテントアップローズ 2013-07-08AIC PDF 第62回全日本学生体操競技選手権大会日本体操協会2017年2月23日閲覧第63回全日本学生体操競技選手権大会日本体操協会2017年2月23日閲覧第63回全日本体操競技団体種目別選手権大会日本体操協会 2017年2月23日閲覧。第43回全日本社会人体操競技選手権大会。日本体操協会。2017年2月23日閲覧。2015全日本シニア体操競技選手権大会。日本体操協会。2017年2月23日閲覧。2016全日本マスターズ体操競技選手権大会。 日本体操協会、2017年2月23日閲覧。全国1位に輝いた、小中高生県教育委員会が、メイプル賞因島校の田頭剛選手が受賞。セットウッチタイムズ、2017年2月23日閲覧。平成17年度メイプル賞受賞者一覧。広島県教育委員会、2017年2月23日閲覧。 平成20年度広島県体育スポーツ知事表彰受賞者の感想。広島県教育委員会。2017年2月23日閲覧。日本体操協会から表彰。鳥取県議会議員、野田治公式サイト。2017年2月23日閲覧。平成21年度順天堂大学スポーツ賞受賞者。順天堂大学。 2017年2月23日閲覧。体操全日本選手権大会。田頭剛選手得意の跳馬で最高点。セットウッチタイムズ。2017年2月23日閲覧。スポーツ広島。公益財団法人広島県体育協会。2017年2月23日閲覧。ありがとうございます。